王様です。3周年を迎えました。はい、おめでとう。見てこれすごいでしょ。ここに入れて明太王様くんのソース、うわー美味しそう。皆さんこんにちは、福井アンバサダーの山瀬理恵子です。ハッピーバースデーディア明太王様。明太王様くん、もしかしてお誕生日ですか。皆さんこんにちは、はい、お久しぶりです。王様です。王様ですよ、はい、ノルウェーの地からやってきました明太王様、はい、缶詰あるじゃないですか、うん、3周年を迎えました。はい、おめでとう。はい、鳴らして鳴らして、はい、おめでとう。はい、おめでとう。というわけでですね、はい、今回は、はい、まあ、この3周年にぴったりの、はい、まあ、レシピをご紹介していただけるということで、はい、私ノルウェーの地からやってきて泳いできました。かしこまりました。それでは3周年を記念した明太王様を使った一品をご紹介します。はい、お願いします。今日の食材です。パスタ、今日はペンネを使います。桜エビ、小ネギ、ズッキーニ、赤唐辛子、ニンニク、オリーブ油、醤油、みりん、酒、そして今日の主役、明太王様です。2024年8月で発売3周年を迎える明太王様、ノルウェー産の最も脂が乗る秋口に漁獲された王様を使用。上質なサバに明太子と明太子の調味液、オリーブ油を加え、サバの旨味と明太子の辛味が絶妙にマッチした極上の一品です。特徴言えます？自分のことを。なんかイケメン。え？僕らはノルウェーの、まあ、寒い地で育ってますから、上質の油をすごい体に蓄えてるわけです。そう、その油が DHA、EPA と言うんですが、DHA と EPA ってちょっと違って、うん、DHA は実は血液脳関門という赤色を通過するので脳、学習能力向上作用があるとも言われてるんですね、はい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 、で、EPA というと、うん、慢性炎症って言って炎症を抑えるプラス生活習慣病予防にもなるんですよ。この明太王様の DHA、EPA をいかにして体に届けるか、脳に届けるかという食材をご用意しました。なるほど。そう、桜エビね、アスタキサンチンです。酸化させないことが大事です、 DHA と EPA を、はい、この桜エビのアスタキサンチン、赤い色素は最強の抗酸化物質と言われてます。あなたを守ります。あら、守ってくれる。ありがとう。はい、ズッキーニは三大抗酸化成分、ベータカロテン、ビタミン C、ビタミン E が豊富、 DHA、EPA を守るもの、守るものですね。で、今日小ネギを選んだのはベータカロテンとビタミン C の量が普通のネギよりも多いからです。じゃあニンニクのみじん切りですね。はい、包丁さばきうまいね。料理研究家ですけど。あ、そっか。すごい。ありがとうございます。なんか手品みたい。B1 の効果を長持ちさせるのがアリシン。で、ニンニクです。小ネギは小口切り、ちっちゃく切ります。そうそうそう。気をつけて、真似しなくていいからね。明太王様くん、聞いてる？ズッキーニです。すごい。この薄さで、見てください。これ、こんな薄いんですよ。透けて見えるもん、これ。あ、見えなかった。熱湯を沸かしてます、はい、1リットルに対して小さじ1ぐらい塩を入れてね、はいはい、そしてパスタ、ペンネですね。ポイントは表示時間よりもちょっと早く揚げることで、この間にね、ちょっと美味しくするポイントね、少し寄せて、こっちに。うん、そうそうそう。それで、そこのとこで揚げる感じ、わかる？素揚げするような感じ。そう、赤唐辛子を細切り、そうで、さーっと炒めますね、はい、ここで明太王様、ちょっと見せ、見てこれすごいでしょ。ここに入れて、缶汁が残るじゃないですか、はい、この子も入れてください。桜エビを入れます、はい、ポ
ロホロに崩しちゃってください。はい。すごいよね、本当改めてだけどさ、この太い骨も入ってんだけどさ、そうそう、簡単にもう崩せるもんね。醤油、次みりん、はい、酒、とろみがつくまで炒めようかな。いい香りするね、うん、そうそうそう、ゆで汁を入れるんです。ここに明太大沢くんのソースっていうイメージです、私の中では。混ぜます、絡めてってあげてください。うわー、美味しそう。いいですね。はい、OK。明太王様のパワフルペンネでございます。完成です。3周年ですから、シャンパンでも楽しいです。乾杯。あ、美味しいですね。いただきます。はい、あ、すごい美味しい。うまみがね、すごいわ。明太王様に入ってるうまみもそうだし、はい、あとは調味液の、うん、まあ、辛みだけど、うん、でもそれのギュッと凝縮されたうまみ成分もそうだし、うん、エビのね、またうまみもね、すごくいい感じで合ってるんですよ。そこにズッキーニが入ることによってすっきりさせてくれてる。ここにクミンとかレモンを絞るとより夏っぽくて美味しくて、栄養価的にも抜群だし、なんかお店で出しても良さそうな感じの、めちゃくちゃ美味しいよ。クオリティです。これ絶対食べてほしい。食べてほしいね。毎回本当に美味しいです言ってるんだけど、全部これ今回神回じゃないと思ってるんだし、やっぱもそのもののクオリティが高いからめっちゃ美味しくなるんです。ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、3周年本当におめでとうございます。はい、おめでとうございます。ではね、バイバイ。はい、ではまた。